別に。いやだってもうほんとバラバラでしかも間違えちゃってこんなもチーム崩壊だな上から人を見下したいっていうちょっと斜めになってちょっと斜めになってむずいね。むずい。どうも、完食です。どうも、完食です。ありがとうございました。さあ、今日なんですけども、はい、トンボさんの持ち込み企画ということで。ありがとうございます。お願いします。今回の企画は、チームのこと、本当に分かってる、うん、チーム家事サック王決定戦。これそうなんですよ、はい、まあこれどういうことかっていうと、過去にね、まあ家事作王だったりとかママ王だったりとか子供たちやってきたじゃないですか、いろ、はい、いろんな王を、うん、それのチーム家事作バージョンってことでね。そういうことです、はい、果たしてあなたたちは僕たちのことちゃんと理解してるのか、うん、ちょっとここいらでちゃんと試しておきたい、うん、その話し方やめようか気になった。ちょっと気になったよねめちゃくちゃ上からさ言うてきたけども、いや今回はそれぐらい、うん、我々チーム、僕、安武、常、土橋、中野くん、うん、全人気合い全人変なとこに運が入ったね。おお、自分で全人って言ってるんだ全人です我々はでも確かにこれ僕ちょっと聞いたんですけど、はい、いいなと思ったのが、結構コメント欄の方にもね、うん、その何々王の企画の時のコメント欄に、うん、チーム開始サックでやってほしいみたいな、うん、でも結構たくさんあったから、はい、それはそれでありなのかなと、うん、ただ今回は要はあれですよね、トンボさんにじゃあ100の質問とかではなくて、うん、違います。その5人に、はい、要は1人20問、うん、20問ずつってことね、はいはい、で出題は5問です。だいつも通りってことや、はい、うん、なので1人1問ずつ。なるほどな、はい、うん、それってむずない？何が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 むずい？正直どう？何が？あー、傾向と対策が取れないね。そういうこと。確かに。ちょっと待って待って。え？何？傾向と対策がいるの？いやだって今までそれでやってきたやんか。やっぱり100の質問を一人でやるから、徐々にあこういう答え方していくんやなっていう傾向と対策がやっぱできたわけやから。そんなことしなくても分かってほしいんですよ。じゃあもうやらない。あこの悲劇一発、この悲劇一発やる。ブタミントンがいいな。ブタミントンやる。すいません、やろう。すっごい態度が腹立つから。やろう。なるほどね。まあとにかく20問ずつあって。そういうことでございます。1問ずつってことね。1人1問。これでもどうやろ、嫁さんも自信どう？俺は、うん、言うてね、うん、まああんなこと言いましたけど、こんなこと言いましたけど、俺はやっぱ知ってるから、うん、チームカツラのこと長いしさ、うん、なんとなくは分かってるけど、嫁さんどう？これあんまり自信はないかもしれないね。え、うん、でも安武トンボで言ったら長い。あ、安武と一番長いか。そうだね、そう、うん、あと実は中野さんと過ごす時間が一番長いかもしれない。あなるほど。確かに。それはどうして？やっぱりあのほら送ってくれたりだとかするときに、解釈がずっとあのトークをこう盛り上げるんですよ、その中野さんと、うんうん、車の中で、はいはい、すごい質問をするから、うん、その時に中野さんの本当の中野さんが結構出てるよね。ああそういうことか、なるほど、うん、確かに確かに、はい、聞いてるからちょっとわかるかも。なるほどね。確かに移動中結構中野くんが運転してくれて、僕は助手席乗って、うんうんうん、後ろに子供たち嫁作っていう状況は確かにめちゃくちゃ多い、はい、必死こいて盛り上げてます本当にすごい楽しそうだもんね、中野さん、うんうん、いやなかなか向こうから喋ってくれんからさそこの情報があるからってこと、うん、なるほどね。まあ、土橋とかむずいよね。そうだね、うん、うん、まあ常もイメージあると思うけど、まあでも頑張りたいね。頑張りたい。これはだから俺と嫁サックがどっちかが王になるってことか。そういうことです。だから2分の1で王になれる。そうです。そういう意味では結構なかなかライバル少なくて、確かにいけますよね。わ、うんうん、かりました。で、ここに子供たちを入れるという自信はなかったんだ、うん、自信はないそれはないです。それはなかった、うん、無理だよ。オッケーオッケー、わかりました、はい、じゃあ2人でやっていきましょうか。はい、はい、というわけで本日もせーの、オナーシャス。さあ、それでは準備はよろしいでしょうか。はい、いいですね。はい、いいよ。はい、チーム1人20問ずつ答えております、うん、その中に問題が出てきますのでよく見てください。いやこれ当てたい、マジで、うん、俺は、はい、やっぱ言って超やから。そうですね、うん、本気であります、本気であります、はい、それでは行きましょう。 VTR スタート。趣味は新鮮やな。ラングラーのカスタムです。あ、
俺これいけない。ご飯のお供はシーチキン。へえ。あ、でも好き。最近一番頑張ったことは。絶対無理ちゃう。無理かも。うん、これはもう撮影です。うん。行ってみたい国はスペイン。おお。好きな映画は。どうしよったの。あれや、これ分かる。これあ、バックトゥザフューチャー。スパイダーマンちゃう。捨てたくても捨てられないものは。捨てた。あ、芸人時代のネタ帳。知らない。一つだけ法律を作れるとしたらどんな法律を作る。法律。首都高の右合流廃止。絶対書かれへんから。怖いんで。最近泣いたことは。もうあれです。毎週キングコング in 日本武道館。そっか。もし魔法が使えるとしたらどんな魔法を使う。もし魔法が使えるとしたら。あ、俺これ。あ、来た。おい、さあここで問題です。もし魔法が使えるとしたらどんな魔法を使う。俺これ自信あるわ。あれ、ちょっと待って。すごい。なんで目の色変わりましたね。なんでわかるのか。意外のやつはちょっときつかったけど、はい、これはなんとなく。さすがですね。怖い。なんかなんだろう、なんだろう。あれ、筆が進んでるな。すごいすごいすごい。うん、トンボやもんね、うん、はいはい、うん、一緒かもね。うん、え、一緒かも。一緒かも。どうや、わかんないけど。はいはい。どっちからいきますか。じゃあ先にかけたカジさんからいきますか。僕いいですか。はい。もしもトンボが魔法を使えるならば、はい、こちら、コロッケを離せるようにする。あー、なるほど。なんでそう思いました。なんでそう思い出した。お前やっぱコロッケめちゃくちゃ愛してるやん。はい。でね、普段リオちゃんとコロッケとずっと遊んでるわけ、うん、でもやっぱりトンボの中で、うん、もしもコロッケ、失礼しました。もしもコロッケが喋れるようになれたらいいのになって何回も思ったと思うのよ。おー、なるほど。で、魔法だから、うん、こういうこともできるんじゃないかなっていうことで、うんうん、なるほど。これ、え、違うんや。一緒。ほら、あれ、ほら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 、ほら、ほら、ほら、これ来たっしょ。すごい、全く一緒だ。ほんまやな。ウエザックも同じですか。一緒です、一緒です。やっぱりね、うん、私たちもさ、ワンちゃん飼ってた時に、うん、言葉が分かればいいのにってやっぱりすごい思ったからね。本当思った、うん、それは。なるほど。これは言ったっしょ、うん、さあ答えが揃いましたが、はい、果たして正解なのでしょうか。はい、正解 VTR はこちらです。ありがとうございます。もし魔法が使えるとしたらどんな魔法を使う。もし魔法が使えるとしたら。そうだろ、何悩んでんの。あ、コロッケと喋れるようになる魔法。やーやー大正解。完璧やん。ちょっとやばい。やるじゃん。今でやるじゃん。分かってるじゃん。嬉しいっす。分かる。すごい、すごいな。これしかなかったよね。これしかなかったし、でも今こうやって見ると嫁サックがマジで100点の答えじゃない。うんうん、そうですね。コロッケと話せる。俺はコロッケを話せるようにする。そうですね。まあ、一緒ですもん。意味は一緒なので両方とも正解。すげえな。まさかのスタートだな。いけるいける。なめんなよ俺らを。チームカツサックをすごいことになるんじゃないか。愛情あるっつーの。愛情あるじゃん。嬉しそう。一番嬉しそう。いけるいける。はい、ということで僕のブロックは終わりましたけれども、はい、続いては誰になるんでしょうか、うん、VTR はこちらです。特技は。あ、やっさけ。寝ること。それ俺わかるで。最近一番ムカついたことは。中野くんちゃう。結構あるんですけど謝らないやつですね。角とかでこうやってぶつかりそうになった時にお互いすいませんって言えばいいじゃないですか、うん、なのにこっちがすいませんって僕絶対言うんですけどみたいなことした人がいたんで、その出来事ですね。謝らないやつ。あとミスしても
謝らない後輩中村分かってる俺自分を動物で例えると何猫猫おほほ行ってみたい場所は、アメリカ、ニューヨークフライトクラブっていうロスとニューヨークにあるスニーカー屋さんです。おお幼少期から変わらず好きなものはアニメです。好きな歌は菅田将暉さん。わっ菅田将暉さんの虹です。待って均等に一つだけ何かを持っていくなら何を持っていく。うわこれね香水ちゃうかいる日本刀もし生まれ変わったら何になりたい。なるほどね。うわっさあここで問題です。もし生まれ変わるなら何になりたい、お考えください。これちょっとむずい。うん難しい。なるほど。安武ってはいなんか昔からやねんけどあんまりストレートじゃないイメージがあんのよね。なるほど。最近腹が立ったこととかもさ、あったやんか、はいはい、ストレートじゃなかったやん、なんかちょっとさネチネチしてるやんなんかほんまやったらさ、あっこで何々なこととか言うけど、あー確かにね、説明してネチネチやってたよ。あー確かに、あの斜めからっていうのが俺安武っぽいなって思う。なるほど。で生まれ変わるもちょっと斜めちゃうかなって。俺はね、俺はこれか。よっしゃあれあ漢字を打てるかな。うん解作は書き終わった、うん、はいはい書いた。うんはい、はい、それでは今回も先に書き終わった解作から僕からいきましょうか。はい僕は、はい意外とね、こう生まれ変わったら何になりたいかって言ったら、うん、生き物を言いがちじゃないですか、うんうん、はいはいはい。俺、安武は先ほど言ったように斜めから来るから、うん、生き物ではないと思います。なるほど。そして安武と言ったら何ですか。おしゃれです、はい、そして海外が好きです、はい、生まれ変わるならエッフェル塔です物はい人じゃなくて人じゃなくて物です。なるほど。上から人を見下したいっていうちょっと斜めになってちょっと斜めになタワマンとかもそういうことやから。なるほど勝手な偏見やけど。あるかもしれません。偏見すぎるさあじゃあ続いて嫁サックすごい迷った迷った、うん、すごい迷ってそう人だったら誰からとかも考えたんだけど、うんうん、でもやっぱり寝るのが好きだから、うん、やっぱ猫かな。ああなるほど。なるほど。そうか、うん、いっぱい寝れるし信玄のこともあったしな、うん、確かに、うん、どうなんだろう。さあ答えを割りましたが、うん、この2つに答えはあるのでしょうか、うん、正解はこちらです。もし生まれ変わったら何になりたい。なるほどね。ダウンタウンの浜田さんですということでお二人とも残念ドストレートでしたあんまり言わんくないタレントさんを一人言うって生まれ変わって年上は言わない、ね、年上はあんまり言わないよね年下はあるけどね。あまあでもそうか残念。そうそうそう一番と言っていいほどリスペクトしてて、うん、お笑いでツッコミでっていうところでいくと、はいなるほど。菅田将暉さんかと思った。ああ、うん、なるほどね。ああ、それも全然あるな、うん、さあということで2人とも残念でございました。うん、難しいな。難しい。いやちょっとショックっすね分かってないっす。だって僕芸人時代にお会いしてますから。はいはいはい、はい、での頂点じゃないですか、ツッコミに浜田さんというか。まあまあそうですね。だから分かろうと思えば分かれたんで、これはたどり着けた答えだもんな。そうそうそう。あ悲しいですちょっと悲しさは残りますが、はい、ちょっと待って、この企画何回もやってきてるから、はい、途中でこんなネチネチ言われる言われなかった気がする。言われないよな、うん、ちょっとありますけれども、はい、さっきは。いや残念でした。はい、はい、じゃあ続いては誰になるのでしょうか。はい、VTR はこちらです。子供の頃の夢は。あ、常常さん歌手です歌手好きな色は
レインボー。レインボー。1ヶ月の休みがあったら何をする？海外に。家族で沖縄旅行に。あ、沖縄だった。沖縄が知っている今一番新しい流行語は？チョーチルなラッパー。よかったな、これ絶対わかんなかった。これ問題だったら終わってたわ。過去に戻れるならいつに戻りたい？スネウメと出会った頃。あの、あ、素敵。ドキドキやんか。あの頃です。なんかちょっとアピールにも見える。一番好きなのはオッツオヒーフでしょ。オッツオヒーフ。最近怒られたことは？家族でドライブに、あ、ドライブというか家族でちょっと出かけてて、ナビ通りに進めなくて、スネ嫁から怒られました。なんでな。お風呂で一番最初に洗う場所は？肘です。そらそうだね。そらそうだ。一つだけ願いが叶うなら何をお願いする？あ、一つだけ、一つだけ願い、そうだな。あ、さあここで問題です。一つだけ願いが叶うなら何をお願いする？さあお考えください。当ててほしいな。わかった。すごい、すごい。一つだけ願いが叶うならやろ。はい。常っていっぱいあんねん、願い。多分俺のイメージ、そんな中でも一番か。はい、そうですね、一つだけですからね。嫁速が早いですね。早いですね。常のせ一番、常のことをね、分かっていたらね、はい、そうですね、答えれるはずだ。はい、嫁速書き終わった。書き終わりました。おー、早いですね。嬉しい、いっぱいあるな。リアルでいきます。はい、楽しみだね、何を書くのか。ガチでいきます。はい、じゃあ、はい、答えが出揃いました。はい、じゃあ先に書き終わった嫁作からいきましょう。はい、嫁作、答えをどうぞ。英語が話せるようになる。なるほど。なぜそう思いました？やっぱり、常さんが目指してるアポロシアターに、立ちたいかと初め思ったんですけど、はい、でもそれは多分自分の力で叶えたいと思うので、何よりもやっぱり大好きなアメリカで、あの現地の人が喋ってる言葉が分かったり、会話ができるようになるっていうのが一番の願いじゃないかなと思う。素晴らしい。素晴らしい。正直俺も最初そっちの方向で考えてたんけど、なるほど、ちょっと違う角度に変えました。説明は後でします。はい、家が欲しい。あー、なるほど。これどういうことかと言いますと、はい、まあ常って、常嫁も確か言ってたよ俺、これ覚えてて、家が欲しい、家が欲しいって言ってたけど、まあ常にとってこれが叶えられるならば、叶えられたら、まあ気兼ねなくてちょっと語弊あるけど、アメリカ挑戦しやすくなるんじゃないかな。なるほど。安心させられるから、はい、すいませんガチで。なるほど。いや、どちらも素敵な答えです。これどっちかあるやろ。ありそう。この中に答えはあるのでしょうか。正解 VTR はこちらです。一つだけ願いが叶うなら何をお願いする？あー、一つだけ、一つだけ願い、そうだな、もっと、ハッピーな力が欲しいです。なやさん。ということで残念。残念です。ちょ、もうアホすぎる。常な。そうですよ、僕はもうもっともっとハッピーな力を手に入れて、周りをこうハッピーにするという目標があるんですよ。違う、おバカなのよ答えは。うわーふわーって。だからその辺も考えないと。
常なんですから。あーそうかー。ハッピーはちょっとよぎってんけど、あハッピーイコール何なの、うん、家じゃないのとか、あそっち考えるよな、うん、あとなんかほら、うん、シルバーマンになりたくないっていう若返りたいかと思ったの。確かに確かに、うん、2人ともちょっと答えが素敵すぎましたね。素敵なんじゃいな。残念。うわちょっと待って、何全然ダメになってたね。そうですね、ちょっとどうぞ。ショック、お前には言われたな。むずいわな。うん、難しかったね。どっちかはね、当ててほしかったけどね。あーでもようよう考えたらそうか、そうですよ、常ってそういうやつか。そういうやつですよ。ちょっと真面目に考えすぎたかな。そうだね、真面目に考えちゃったね、真面目に考えて何が悪いね。確かにそういう企画だよね。まあでも一応傾向と対策にはならへんのかと。また違う人が人が変わります、うん、頑張ります。さあ続いては誰なんでしょうか、うん、VTR はこちらです。嫌いな食べ物は、お、土橋くん、うん、嫌いな食べ物は、え、何だっけ、伊達巻きです。知らんな。毎日欠かさずやっていることは、シャワー、毎日欠かさずやっていることは、強めに浴びる、R1 を毎日飲んでます。知らんカラオケの18番はチューブさんの、ああ夏休み、あこれ何か。最近美味しいと思った料理は、最新、ああチームの会議の時にここで食べた、うん、冷麺、うまい。コンビニでよく買うものは、うん、R1 ヨーグルトちゃんのポテトチップ。なんでやねん。どこで買うとんねんじゃん R1 ヨーグルト。グラップラーパキの羽山薫。絶対わからない。緊張した時にここをこう下に伸ばしてもじもじしちゃう。それはおったある。好きなことわざは、ことわざ2階から目薬。今の悩みは、今の悩みはあ、さあここで問題です。今の悩みは、さあお考えください。土橋くんって、うん、俺結構ありそうな感じすんの。うん、なるほど、悩みが仕事なのかプライベートなのかでまず大きく分かれるよね。なるほど。めっちゃ笑ってる。めっちゃ笑ってるな。めっちゃ笑ってるよ。めっちゃ笑ってるな、うん、考えてください。土橋くんですからね。はい。あーもっとシンプルか。シンプルなのかな。どういうこと。わかんない。これ4問目だから。4問目、一番どんどん難しくなってるんだったらシンプルなのかな。なるほど、ちょっと飛ばしてきてるかもってこと。うん、悩みで飛ばせる。俺はシンプルちゃうかなと思って、うん、書くね。どうなんでしょう、うん、さあ解作書き終わりました。はい、書き終わりました。はい、うわこれちゃうかなって思うねんな。うん、ほんまに書きたいの一個あんねんけど、はいはい、使えないんだよ。世に公開できないんだ。公開できないのが浮かんじゃってる。浮かんじゃったけど、それはもう一回捨てた。でも絶対それやと思う。そうですね、うん、変な感じになりますからね。すっごい変な感じになるし、嫁サックいる手前絶対言われてるっていうのがあるんやね。うん、さあ書きましたね。書きました。はい、じゃあ早かったら解作からいきましょうか。い、うん、きましょうか。はい、いろいろあると思うんですけども、はい、今本当にシンプルな悩み、うん、はい、彼女ができない。なるほど。これね、実はチーム解散内でも喋ってて、うん、あの彼女のできたらいいねみたいな話をしてる時に、うん、できないっすよねみたいな感じで土橋が言ってたのがすげえ俺記憶にあるから、うん、彼女が欲しい。わ、うん、かりました。さあ嫁作お答えをどうぞ。メンチがどこまで大きくなるか心配。なるほど。ちょっと思ってた以上に大きくなっちゃって。確かにね。あ、そうか。どこま
まで大きくなるんだろうっていうちょっとなるほど心配があるのかな、うん、それはほんまに言ってた思ってた以上にでかいっすよねっつってますよね。あー、あるかも、うん、さあ、また答えが割れました。はい、さあ、正解はあるのでしょうか。 VTR はこちらです。今の悩みは、今の悩みは膝が痛いということで、残念何やってんすかちょっと奥行っちゃってますね。奥行っちゃってるよ。いやいやいや、年取っちゃってるよおじいのやつやんかもっとシンプルだったんですよ。膝痛いな。膝痛いですね。いや、それはちょっと嫁サック絶対わからんよな。わからなかった膝が痛いんですよ、今の悩みは。ちょっとどうなってんの、なんか一問目はさ、まあごめんね、なんか俺のやつはさ、いやいやいや、当てたけど、これ、やばいな。やばくねえだろ、別に。いや、だってもうほんとバラバラでしかも間違えちゃってこんなもチーム崩壊だななあ、みんな。そうだよ。お前当てられたからってなんやねん腹立つなお前は当てただろうな、まあ、それは嬉しかったんだよ嬉しかったんだってうわ、そう、あれもうラスト、次ラストですよ。やば、しかもラストタヌキか来ました、ラストでございます。タヌキさん難しいぞさあ、ラストは、はい、タヌキの VTR です。苦手なものは、さあ、来たタヌキ。水産物です。あー、まだ、あ、この世で一番怖いものは、お、怖い大人です。自分のここは直したいと思うところは、嘘つく、と嘘ついてしまう、寝すぎてしまうところです。1ヶ月毎日同じものを食べるとしたら何を食べる。まあ、唐揚げ定食。武勇伝は、武勇伝はこれ僕バスケ部だったんですけれども、その時に僕京都のバスケ部で初心者から初めて点を取った相手、対戦校というのが、まあ、その当時日本一強かった洛南高校っていう、すごいよ。それが僕の武勇伝です。まあでも絶対分かってなかった。今まで選んだ恥ずかしいことは、恥ずかしいことか、今思えば恥ずかしいって思うことなんですけども、一回だけ女性にメモ、連絡先のメモを渡したことがあるんですけど、そのメモが、東方神起のトランプのハートの7に書いたっていうのがそう、なんで思ってた、それ一番今思うのが恥ずかしいですね。それ何が恥ずかしい。宝くじが当たったら何を買う。株を買います。ああ、そうね、確かに好きやから。今やってみたいバイトは。あ、これじゃん。さあ、最終問題です。今やってみたいバイトは、お考えください。まあでもなんとなく、うん、中野くんの性格上っていう考え方でいくと、はい、まあ、こういうのはないよねって、うんうんうん、いうのは分かるよね、うんうん、なるほど むずいねバイトです。ちょっと初めてかもしれんけど、はい、パスでおい、パス最終問題パス新しい。このまま2人パスしたら2人とも優勝だ確かに君はちょっとこれむずいな。ヒントが欲しい。ダメ？でもなかったもん。ダメか。うん、そうですよ。でも信じるか信じないかはあなた次第でいくと、俺からちょっと言ってあげようか、うん、あの人は人と接するのあんま好きじゃない、うん、過去にやってきたアルバイトもそんな感じやってん、確か。うん、大きな声出さなきゃいけない仕事はしないと思うんだよ。
っていうのは信じるか信じないかは。うん、そうですね。変わってんだよな、でも。あ、そう、変わってるっていうのは、うん、チーム春日に入ってから、うん、中野翔平という男は、ちょっと変わってんね、いい感じで。うん、そうですね。うん。今やもんな。うん、今の中野くんに聞いてます。お、お米作が、書き始めました。変わったもんな。ごめん、山崎くん。俺さっきあんなこと言ってたけど、な、うん、しにするね。え？そりゃそうなるよ。なしなの？なしにしちゃうかも。ごめん。だから、彼は今変わってるから、うん、自分を変えたいと思ってるんだよ。なんかひらめいたね。確実に今わかりやすくひらめけた。電球が見えたね、今頭の上にピコーンってなりました。うん、うん、思い出した。ほんでもう一個思い出した俺。あっ、もうほぼ同時でしたけどね。はいはいはい、4作からいきましょうか。はい、4作お答えどうぞ。唐揚げ専門店の揚げバタンとこれ理由は、これやっぱり毎日食べたいぐらい好きなんですよ、唐揚げが。で、やっぱ揚げバタンとをすれば、はい、売れ残ったやつがもらえるじゃないですか。なるほど。だからもう最高のアルバイトだと思います。確かに確かにそうですね。素晴らしい、素晴らしい、いいですね。俺はちょっといろいろぐるんぐるんしちゃったんですけど、ごめんなさい、ごめんなさい。さっき嫁さんにあんなこと言ってたけど、全然嘘でした。ごめんなさい。はい、もうズバリ、はい、マクドナルドです。おお、これはどうして？これは、理由が大きく2つあって、はい、実は中野くん、俺結構中野くん喋るやんか、うん。マクドナルドでほんまにアルバイト一回してたことあんね、確かに。うん、プラス、今中野くん、多分チーム会社の中で一番彼女を欲しがってるんですよ。うん、出会いがあるアルバイト先じゃないかなと思って。なるほど。マクドナルドってイメージ女性多いじゃない？確かに女性の店員さん多いイメージあります、ね。そこでの出会いを求めて、過去にやったことあるから、うん、仕事もスッとできる、出会いもある、うん、彼女ができるかもしれない、うん、マクドナルド。これです、僕は。なるほど、わかりました。うん、さあ、最終問題、うん。また答えは割れましたが、はい、正解はあるのでしょうか ?VTR はこちらです。今やってみたいバイトは？え？バーテンダーとか。というわけで、残念これはわっから、どうしたのさっきは。いや、あの、ウーバーイーツかなってちょっと思ったけど。あー、なるほどね。そうそうそう、でも、喋らなきゃいけないじゃん。うんうんうん、だから絶対違うと思ったけど。うん、バーテンダー、うん、だから、はい、カジサックの考察全部合ってる。うん、合ってる、そうそうそう、確かに。やっぱ合ってた。変わったし、もっとだからストレートに出会いを求めに行ってんすよ。なるほど。そう、大きな声出さなくていい、うん、ストレートな出会い。お酒の場で。ほんまや。はい。だから合ってんの考え方は。合ってんやー。残念でも。なるほど、しっぽりと、うん、どうしたんですか。って言って、ちょっと小さい声でそう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 、スッとこう飲み物をこう渡して、うん、ちょっと女子とね、そうそうそう、出会えるもんね。そうそうそう。今日はお一人ですか？そうでしょ、中野くん。そうです、惜しかったんですよ。うん、うわー、ということで、はい、残念でございましたが、うん、まあ、今回の結果ですね、はい、まあ、チームカジサック王は、うん、まあ、一応カジサック、嫁サック、両方ともでーす。イエーイ。まあ、なんかあんま嬉しないねんけどね。難しかった、すごく。難しかったよな。難しかった、うん、いや、でも分かってほしかったよな。いやそうっすよ、うん、結構やってますから。そうよ。いや、まあ、いや長いよな、言ったらな。ショックだな、ちょっと。ショックだよ。ショックですよ。ショックだよ。はい、ガイさん。やってられるかい。今ちょっとね、うん、最後僕が解散解散とか言って多分、はい、終わってると思うんだけど、はいはい、あのほんまに解散します。お前解散すな。解散すなよ。なんでこんな空気ならなあかんねんな。頑張った。頑張った。でもなあ、どう？楽しかった。あ、楽しかった。楽しかった、いろいろ。もっと、もっと見たかった。確かに。うん、まあ、これいつも通りだからあれでしょ、小部屋で。はい。全部。全部。
やるんですよね。はい、確かにちょっと悔しいな、うん、なんか悔しいわ、うん、でもこれは絶対無理やわっていうのがありすぎたわ、うん、本当ですか、うん、あったかな膝膝無理っしょ膝が痛いでしょ楽しかったですけどね、もうこの歳なんで膝いやまだ若いやんいやだってポテトチップス買ってる人が膝痛いって言うと思わなかったほんまやであと常な常ねあれは当てれんていやでもね常のこと考えたら当てたと思うんだよねそうですよねちょまたやりたいなまたやりたいプライベートでプライベートプライベートでもう一回動画にしたし作ってもらって作ってもらってやりたいそうですね悔しいいいねうん最後にはい謝っとこうかせーのごめんねまで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。